めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめた全てを忘していたくて、空を見上げた今もそこで私を見守っているんだ。
我已经陶醉了。
ついでたベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい。2分後に君が来た。大げさな荷物背負ってきた。始めようか天体観測、北極星を探して。深い闇に飲まれないように精一杯だった。君の震える手を握ろうとしたあの日は、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という方気持ち君と二人追いかけていた。 Oh yeah、 気がつけばいつだってひたすら何か探している。幸せの定義とか悲しみの置き場とか、生まれたら死ぬまでずっと探してるさ。始めようか天体観測、北極星も探して。今まで見つけたものは全部覚えている。君の震える手を握れなかった。痛みも知らないものを知ろうとして望遠鏡を覗き込んだ。暗闇を照らすような数かな光探したよ。そうして知った痛みを未だに僕は覚えている。今という方気持ち今も一人追いかけている。 Oh yeah、 背が伸びるにつれて伝えたいことも増えてった。宛名のない手紙も崩れるほど重なった。僕は元気でいるよ。心配事も少ないよ。ただ一つ今も思い出すよ。予報外れの雨に打たれて泣き出しそうな君の震える手を握れなかった。あの日を見えてるものを見ようとして、望遠鏡をまた担いで、静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けた。そうして知った痛みが未だに僕を支えている。今という青気持ち今もう一人追いかけている。もう一度君に会おうとして望遠鏡をまた担いで、前と同じ午前2時踏み切りまで駆けてくよ。始めようか天体観測、2分後に君が来なくたの。今という青気持ち君と二人追いかけている。 Oh yeahまぶしそうに。同じ
君を忘れない、曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない、くすぐりあって転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強
かな喜びを潰れるほど抱きしめてこぼれそうな想い汚れた手で書き上げたあの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに少しだけ眠い冷たい水でこじ開けて今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよいつかまたこの場所で君と巡り会いたい どんなに歩いてもたどり着けない心の雪で濡れた頬悪魔のふりして切り裂いた歌をあるの風に舞う花びらに変えて君を忘れない曲がりくねた道を行くきっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて吊るしても真面目にも生きてゆける気がしたよいつかまたこの場所で君と巡り会いたいSaga
弾き語りするのはものすごく久しぶりなので緊張するんですが、ちょっと靴を脱いで本気でちょっと歌いたいなと思います。Cry, more than I can.
とうございました。彩香さん、ありがとうございました。素晴らしいですね。本当に感動しますね。改めてもう一度拍手をお送りください。彩香さんでした。ありがとうございました。素晴らしいです。続いて、あなたに伝えたい。
あなたにしてほしいこと、いっぱいあるね。待ち伏せた夢の
白く歴史の深い手に惹かれて幼い日の帰り道凛となる行き地を急ぐ街灯の下でひらひらと凍える頬に舞い散る雪目を閉じれば昔のまま厳しくも秘密よく生きてるものいつか二人で行きたいね雪が積もる頃に生まれた街のあの白さをあなたにも見せたい時の速さの流れに飛ぶ誰もが抱く悲しみの終着駅はどこにあるのか日だまりくれる坂道で若さの幻と出会い元気な明日の一言に懐かしさよりも戸惑い立ち止まる
していただきたい。これからないとはない嘘ではない。驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会います。多中毒性がございます。予報要領をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこうさ君のクローンが成功した時にもだって君は世界初の肉眼で確認できる愛一応で言ってあるかに様。
しいこの景色とあの日と同じポーズでおどけてみせてほしい。見上げる空の青さを気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの。約束した通りあなたと本当によかったわ。この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないほど愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。笑わないで受け止めて、照れていないで。昨日とよく似た今日は何気ない別れ、この心舞い戻ってゆく。ありがとう思い出せずに甘えていた今日もここへ来るまでは、愛を込めて花束を大げさだけど受け止め、
前に踏切に望遠鏡を担いでた。ベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい。2分後に君が来た。大げさな荷物背負ってきた。始めようか天体観測、ほうき星を探して。深い闇に飲まれないように精一杯だった。君の震える手を握ろうとしたあの日は、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という方気持ち君と二人追いかけていた。 Oh yeah、 気がつけばいつだってひたすら何か探している。幸せの定義とか悲しみの置き場とか、生まれたら死ぬまでずっと探してるさ。始めようか天体観測、ほうき星も探して。今まで見つけたものは全部覚えている。君の震える手を握れなかった。痛みも知らないものを知ろうとして望遠鏡を覗き込んだ。暗闇を照らすようなかすかな光探したよ。そうして知った痛みを未だに僕は覚えている。今という方気持ち今も一人追いかけている。 Oh yeah、 背が伸びるにつれて伝えたいことも増えてった。宛名のない手紙も崩れるほど重なった。僕は元気でいるよ、心配事も少ないよ、ただ一つ今も思い出すよ。予報外れの雨に打たれて泣き出しそうな君の震える手を握れなかった。あの日を見えてるものを見ようとして、望遠鏡をまた担いで、静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けた。そうして知った痛みが未だに僕を支えている。今という青気持ち今もう一人追いかけている。もう一度君に会おうとして望遠鏡をまた担いで、前と同じ午前2時踏切まで駆けてくよ。始めようか天体観測、2分後に君が来なくたの。今という青気持ち君と二人追いかけている。 Oh yeahさあ、ここ東京ドーム最大の山場を迎えております。9回裏ツーアウトランナー満塁、一打逆転という大事な場面、カウント3ボール2ストライクフルカウント。さあベンチはこの場面どうするんでしょうか。勝負が決まる大事な場面を迎えております。張り詰めた緊張感に包まれるここ東京ドーム、両軍ベンチの動きが今決まろうとしております。さあどうする、試合を決する場面。おっと、ここはピッチャーの交代でしょうか。選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー変わりまして、民保背番号99。おっと、民保であります。民保がベンチから出てまいりました。今東京ドームのマウンドに上がります。ルーキーながら今シーズン最多登板、今や押しも押されぬ抑えの切り札。ここまで数々のピンチを救ってきた民保、ここでもあの剛速球がうなりを上げるのか。今老人バックに手をやった、深く息をついてサインが決まった。
では歌っていただきましょう。君を愛している。
ことをからかったの。あんなに好きと言ったのに、奴のどこを気に入ったの。僕はもういらない。君と手をつなぎ踊りたい。たくさんの人混みの中で君の笑顔だけが輝いた。愛されたいね、きっと見過ごした。君のシグナルもう一度。気まぐれがなくても構わない。君と言いたいから、眩しくて眩しくて光を浴びて、眩しくて眩しくて恋の歌を歌って、眩しくて眩しくて、いざたどり着いたこの世界はもう、眩しくて眩しくて眩しくて辛いよ。心を組み交わす。本当は抱き合って眠りたい。カラカラに乾いた心を君の美しさで潤して、恋に焦がれいつもミスをした。女心の雲のよう惚れた晴れた狭い心が待たれた。チャンネルひろみです。今日は10月の21日に行われるひろミニマムワンマンライブの入場順についての説明をしたいと思います。まず以前のライブの物販で購入していただいた天理チケットをお持ちの方、次に E プラスで購入したチケットをお持ちの方、次にチケットを当日購入される方、この ① ② ③ の順での入場になります。そして ① の手売りチケットを持っている方の入場順なのですが、当日抽選を行います。チケットに番号が書いてあるのですが、その番号順にくじを引いてもらいます。チケットの番号はランダムに配っているので、そのあたりはご了承ください。抽選に参加される方は当日の9時15分に渋谷サイクロンにお越しください。そこにひろミニマムワンマンライブ抽選って書いてあるプレートを持っているスタッフがいるので、そのスタッフに従ってください。抽選は9時30分頃から9時45分頃まで行います。
この時間に間に合わなかった方は申し訳ないのですが抽選には参加できないのでご了承ください。抽選なのですが番号順に並んでいただいた順で箱の中から紙を引いていただきます。そちらはヒロミにまむバスステッカーになっていて番号が書いてあるのでそちらの番号順での入場になります。そのステッカーはその日の記念に持ち帰っていただいて大丈夫です。ということで改めて入場順を説明すると抽選で引いたヒロミにまむパスステッカーをお持ちの方、次に抽選には間に合わなかったけど手売りチケットをお持ちの方、次に E プラスのチケットをお持ちの方、次にチケットを当日購入される方、この ① ② ③ ④ の順で並んでいただいて11時15分からの入場になります。特に入場順とか全然気にしてないよっていう方は12時からライブがスタートなのでそれまでに来ていただければ大丈夫です。むしろ12時過ぎちゃってライブが始まってからの入場も大丈夫なのでゆっくり転ばないように気をつけて来てください。今回は10時から11時までの前物販もあるのでそちらはまた次の動画で説明します。ということで説明ベタで申し訳ないのですが当日はこの並び順でよろしくお願いします。またね、動画も見てね。人がつながってやがてそれ
風の意見大表女子でもうまた強くなると信じてやってくる失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会えるわ。 More time 季節よ移ろわないで。 One more time ふざけ合った次回を食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance 記憶に足を取られて。 One more chance 次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。明け方の街桜木町でこんなとこに来るはずもないのに。願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探してしまう。どっかに君の笑顔を。急行待ちの踏切あたり。こんなとこにいるはずもないのに。命が繰り返すならば何度も君の元へ。欲しいものなどもう何もない。君の他に大切なものなど。
北村さんはもう山崎さん。Daddy finger, daddy finger.